渋み酸味があるね、無添加でとてもねあのコクがあるお味噌が出来上がるんですね。これが八丁味噌というねお味噌になります。このね桶今ねあの入りますけれども、あのとてもねちょっとごめんなさい、コンテナは右にありますのでそちら気をつけていただいて、カメラお持ちでしたらたくさん撮ってくださいね。すごくねいい香りがします。ちょっと私麻痺しているのであまりね香りがねそこまで感じないんですけれども、皆さん初めてでいらっしゃるからね感じると思います。どうぞあのちょっとねマスクを浮かしていただいても結構なんですけれどもね、ちょっとね匂いを香りを嗅いでみてください。柵の手前でしたら広がっていただいて結構ですよ。はい、独特な香りがしますのでね、はい、どうぞ柵の手前ギリギリでねお写真をお撮りくださいね。はい、どうぞ中の方へお入りください。平日ですとね仕込んでるところとかねたまに見れたりするんですけれどもね。はい、それではね皆さんの目の前にある大きな桶、この桶の中に約6トンお味噌が入っております。上の積み石は約3トンになります。石積みの積み方よくご覧いただくとお城の石垣のように積まれているんですね。地震に強く震度3から4に耐えられる積み方になっております。こちらの石積み、どうしたらこのようにね、きれいに積めるかといいますと、石には顔というものがございまして、石の表面積が広い方が顔と言われております。その顔を表側にして積んでいくと、このようにね、きれいに積めるということなんですが、顔を見分けるだけでも職人さん約7年かかってしまうんですね。ここまできれいに積み上げられるまでには約10年の修行が必要ということになります。ではお味噌発酵食品になりまして、お味噌の発酵が活発な真夏、お味噌が上に少し膨らみます。そうしますと上の積み石も発酵の力で上に少し持ち上がるんですね。逆に寒い冬は発酵が乏しくなりますので上がった分今度下に沈みます。その発酵の力がまず一つと、この蔵の中にはお味噌にいい菌がたくさん飛んでおります。一本一本の桶の中にも菌が根付いておりまして、その菌の力と発酵の力によってお味噌が美味しく出来上がっております。熟成期間の間は一切人の手はお味噌の中には入れられませんので、暑い時は暑いなり寒い時は寒いなりですね、天然醸造でお味噌が美味しく出来上がっております。ではこちらの桶なんですけれども、全部杉の木でできておりまして、約100年持つ桶になっているんですね。お写真よろしければね、右手に井戸がございますので井戸の前にお集まりください。井戸の蓋が開いておりまして網張っておりません。覗き込んでいただいても結構なんですが、物を落とされたらもう取れませんのでね、二度とね気をつけてくださいね。はい、ではねそちらの井戸のお話がこちらのボールにも書いてございますので、よろしければね合わせてお聞きください。はい、ではね後ろにある井戸なんですね。日吉丸石投げの井戸と言われておりまして、この丸屋の創業者、太田屋治右衛門という方になります。その昔、太田家の台所に日吉丸、後の豊臣秀吉が食べ物を盗みに潜り込んだところ、蔵男に見つかってしまいまして、当時竹やぶにあったこの井戸まで日吉丸逃げてきたんですね。何を考えたかと言いますと、近くに落ちていた大きな積み石を井戸の中に放り投げまして、自分が落ちたかのように見せかけました。追ってきた蔵男が井戸の中を探しているその隙をついて逃げたというねお話が残っております。今現在は一切使われておりません。昔は生活用水、お味噌を仕込むお水に使われてたということでね、7メーターぐらい深さありまして、お顔がね少し映るかと思います。お水はちょっとだけ残ってますのでね、下の部分だけが本物の井戸になります。はい、ではねそのまままっすぐ進んでいただくと右手に3種類の石がございます。先ほど桶に積んであった積み石の見本になりますね。はい、どうぞ前の方でご覧ください。